さん、こんにちは。今日は4月の6日水曜日です。はい、ですね、今日は天気はとても晴れていて暖かい一日になっています。この前までね、すごく寒いって話をしてたんですけど、やっと春のこの暖かさが戻ってきたっていう感じで、とっても過ごしやすい日になっています。本当に嬉しいです。はい、まあ今日はね、皆さん聞いていただいたり見ていただいてる通り、一人でお話をしてます。前に一回ね、一人のエピソードを撮ったんですけど、それから全然できていなかったので、ちょっと今日はチャレンジしてみようと思って一人で喋っています。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日はですね、何のお話をしようかなって考えてたんですけど、まあ私一人ということで、ちょっと私がね、妊娠していた時のお話をしようかなって思ってます。妊娠っていうのはお腹の中にね、赤ちゃんがいる時のことを言います。はい、でまあその中でも日本でね、妊娠している時にみんながこう行う行事というか文化についてお話できたらなと思って、お話を用意してきました。はい、で一つ目なんですけど、まずは妊娠してだいたい5ヶ月ぐらいかな、赤ちゃんがね、すくすくとお腹の中で育ってきて、もう安心してお腹の中にいられますよっていうね、状態になることを安定期っていう期間っていうんですけど、そういう、まあ、日というか期間になった時に神社にね、お参りに行くんです。はい、で私たちもね、2人で神社に行ってきたんですけど、でその神社に行って何をするかっていうと、無事に赤ちゃんが生まれますようにってお祈りをねしに行くんです。はい、でそのことを安産祈願って日本語では言うんですけど、安心して産めるようにお祈りをするという意味です。はい、でまあそれをしてきてもらったわけなんですが、日本ではね、そうやって無事に生まれてきますようにっていうお祈りをね、神社でするんですけど、他のね、国の皆さんはそういうことをされるのかなって思って、ちょっと疑問に思ったので、このお話しようと思って持ってきました。はい、ね、ぜひそういう文化とか行事だったりあるよっていう方いらっしゃれば、ぜひコメントいただけたら嬉しいです。あとですね、もう一つ私がご紹介したかったものがありまして、実はその妊娠中に友達からもらったものがあるんですよ。でそれがこれなんですけど、これです。見えますかね、小さいものなんですけど、これね、お守りって言います。これもね、神社でもらうというか、まあ、購入するんですけど、友達がね、神社に行って買ってきてくれました。はい、これもね、さっき言ってた安産祈願のなんて言うんですかね、願いがこもったお守りになります。で無事に産めるようにって言って私に渡してくれました。はい、でこういうものもね、自分たちが行かなくても他の人がね、こう願いをね、願いを込めてくれて、私たちのことをこう応援してくれたっていうね、嬉しいお守りです。で出産する時にね、赤ちゃん産む時にですね、私これ持って頑張って産みました。はい、で
まあこれなんですけど、絵がねちょっと書いてあるんですよ。見えますかね。小さくて見えにくいかもしれないんですが、はいはい、ここにね鳥の絵がね書いてあるんですけど、この鳥ねコウノトリっていう鳥なんです。でなんでこのコウノトリの絵が書いてあるかっていうと、コウノトリは日本ではね赤ちゃんを連れてきてくれるっていうね、こうなんていうんですか、昔からの言われてることなんですよ。はい。なのでコウノトリの絵が描いてあるんですけど、そうやって何かね赤ちゃんを連れてきてくれるっていうこうおまじないというか、なんかそういうのが込められてるものになります。でこういうものってね他の国でもあるのかなっていうのはちょっと私は思ってたんですけど、何かの動物とかね物がね赤ちゃんを連れてきますっていうのがあればね、ぜひ教えてもらいたいなって思いました。はい、今日ね紹介したかったのはこの2つになるんですが、皆さんの国でもねこういう文化だったり行事だったりがあるのかということと、あとは何かの動物がね赤ちゃんを連れてきてくれるみたいな言われているようなことがあれば、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、今日はねちょっと一人で喋ったので緊張したんですが、いかがでしたでしょうか。またね一人でのエピソード撮っていけたらいいなと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。ではでは。